昨日、京都の2日間という短い、時間なんですけれども、新作の公開に合わせて、こういう形でまた、韓国の僕の映画のファンの皆様、そして、今日集まりいただいた記者の方たち、メディアの方たち、とお会いする機会をいただけて、本当に光栄に思っております。ありがとうございます。デビューから15年ぐらいはもう本当に日本でもインディペンデントの作り手で、あまり大きな規模での公開というのを経験したことがなかったんですね。で、今でもこう作っている最中の気持ちの持ち方というか、映画との向き合い方は全く変わってないつもりなんですけれども、まあ非常にこういろんなスタッフに恵まれて、この5年とても僕の映画が国内外で、ちょっと信じられないぐらい多くの方たちに見ていただけるチャンスというのをいただいていて、今回の万引き家族も今日本で300万人を超えて、超えるお客さんに足を運んでいただいています。で、今ちょうどアジア各国での公開が、台湾、香港、中国と進んでいく中で、この韓国でも今、公開が始まりまして、とてもいいスタートを切ることができたみたいです。配給会社の皆様、そしてファンの方たちに心よりお礼申し上げます。ありがとうございます。